どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、巻き方の動画をちょっとやってみました。で、コテを使ってやったんですけど、まあ普通コテをこう使うときにこうやってこうパチンとするやつあるじゃないですか。これを髪の毛こう挟んでくるくるくるっとして、あの巻くっていう感じのイメージが結構強いかなと思うんですけど、まあ今回はもうそういうやり方じゃなくて、もっと簡単にやってこういうウェーブ、簡単なウェーブが出る方法をちょっとやってみましたので、固定で巻き方でいつも悩んでる方、こんな風にウェーブできないよっていう方、この方法だと結構やりやすいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。まず今日はアイビルの 25mm、 ちょっと細めのコテの方がいいかなと思います。これを使っていきます。最初にサイドからやっていきますね。だいたいまあ半分で分けて、でまあサイド、耳前ぐらいですね、耳ぐらいの髪の毛を、それもまた縦に半分に、まあだいたいでいいんですけど、このぐらいの厚さで巻いていきます。で、櫛でしっかりと溶かして、コテを、コテを前にして髪の毛を巻きつけたら内巻きで、コテを後ろにして髪の毛を巻きつけてきたら外巻きになります。今回は、外巻きと内巻きのミックスでやっていきます。普通にこう髪の毛を巻きつけて、で毛先の方まで巻きつけるんですけど、この辺ちょっと火傷には注意してください。結構危険かなと思います。こんな感じでカールがつきます。その後ろもやっていきますね。今ちょっと外巻きでやったんで、次内巻きでやっていきます。まあ大体まあ3、まあ5秒ぐらいかな。ちょっとこう時間を置くとこのぐらいのカールがつくので、結構簡単にカールつけれます。次は上のパネルですね。上の部分も同様にだいたい半分ぐらいで分けます。で、櫛でしっかりと溶かして、コテに巻きつけて、で、毛先の部分はあまり巻きつけすぎず、ちょっとやけどには注意してください。で、そのまま、まあ、5秒ぐらい、結構しっかりつけたい方は5秒以上つけてもらっても大丈夫かなと思います。するとこのぐらいのカールが出ます。次は内巻きに巻いていきます。結構こうやって溶かすとだいぶ結構普通にウェーブ感が出てきます。で、後ろの部分もだいたいまあ半分で分けて、で、後ろはだいたいまあ3等分、 1,2,3 等分ぐらいで分けるとやりやすいかなと思いますので、まあだいたい襟足の部分分け取って、このぐらいですね、幅は。櫛で溶かして巻きつけていきます。本当にこうやりやすい感じで全然やってもらったら大丈夫かなと思いますので、内巻きでも外巻きでも全然どちらでもやりやすい方でやってみてください。で、今ちょっと分かりやすくこう、なんていうんですかね、分けてやっちゃってるんですけど、まあご自分でやられる時とかはもう本当にこうやって適当に束取ってやってもらうだけで全然大丈夫かなと思うので、普通にこうブロッキングっていうこうダッカールとかで止めなくても全然大丈夫です。
こうやって溶かすのがやっぱりしっかりポイントだと思うのでしっかりと溶かしてください。で巻きつけていきます。上の部分もこんな感じで右サイド終わりました。ちょっとこう外国人風なルーズなウェーブヘアになってるかなと思います。では反対側もやっていきます。ここでモロッカンオイルを全体つけていきます。もうカールをこう伸ばすような感じでつけていってあげると結構ルーズに動いてでしっかりとこうオイルもつきやすくなるのでなるべくこう伸ばすような感じでつけていってあげるといいかなと思います。はい、仕上がりました。巻きつけただけなんですけど結構ウェーブが綺麗に出るかなと思います。ルーズヘアな外国人風なウェーブ巻きをしたい方で結構コテ巻くのが苦手な方よかったらこの方法でやってみてください。